どう思う？明確だし内容も濃いし完璧だわ。だがなぜ本部長の辞職を要求しないの？委員会の命令でそれは差し止められてる。でしょうね。でもこの内容なら辞職して当然だわ。それは本部長自身の判断に任せる。とにかく私の決めることじゃない。犯罪行為がないからね。忠実な部下なのね。もし私が本部長の立場だったら辞職するが、これは彼の問題なんだ。この証拠は彼に見せるよ。見せるの？引き立ててもらった義理がある。正攻法でいくよ。そうね。じゃあ行くよ。審議会で会おう。頑張ってね。どうしたんだ？夜勤のバウアーが午前3時頃早退したんですが、帰宅の途中少年に襲われたと。恩に着るよ、ロドリゲス。昼間の事件にするのに苦労したようだ。通報者？通報はバウアー巡査自身でした。ヤスともう一人のガキがパイプで殴りかかってきたんだ。凶器はどこだ？撃ち損ねたガキが持って逃げたよ。ご苦労。じゃあバウアー、うちまで送ろうか。頼む。なんともひでえ話だ。朝っぱらからこれじゃな。ところでいっそ文書へ顔出してからにしねえか。空いてるぜ。通達午後、我が文書の大部屋の保安体制についてだ。これは何も入ってくる全員に対してボディチェックを行うとか、入り口ごとに金属探知機を取り付けるということではない。第一、予算がないしな。大部屋への一般市民の出入りはこれまでもたびたび議論されてきたわけだが、確かにこれは間違いが起こる元なんだ。そこでだ、一人一人が最後のチェックポイントのつもりで常に警戒の目を光らせていてもらいたい。そうすれば先週の木曜日に起きたガリバルディの父親の事件のようなことも、受付主任が間違った連絡をよこすこともない。分かったな。通達6号。さて諸君、こいつはまず言っておくが、近代美術館秘蔵の抽象化なんかじゃないと分かる。驚いたことに、こいつは劣気とした交通違反の呼び出し状だ。交通裁判所から送り返されてきたもんだ。その理由は判読不可能のため基礎効力を持つに至らずということなんだな。ところでこの交通違反者、どうも次のような理由で逮捕されたものらしい。不注意による信号無理。さらにこの人騒がせな召喚状を発行した者の名前は、署名欄のサインによるとだな、メンジ・ミンコだ。よ、ミンコ。しかしどう考えてもミンコという名の巡査には心当たりがない。そこでだ、わしとしては手数でもここで本人に名乗り出てもらって、この象形文字を翻訳してもらいたい。いやーれんこ、すまないが元の罪名ってやつを判読してもらえないかな。なんちゅう字だな。お前が書いたんだろ。不注意による信号無視だ。こんなんだだって読めんだろうが。ご苦労だったな、れんこ。しかしこれからは他の人間が読める文字を書いてくれよな。ご苦労、りんこ。うるせえんだよ。何事も基本が大切だということだな。よし、みんな出動だ。今日も頼んだぞ。これも商売よ、邪魔されちゃ困るんだ。こっちだよ、この楽で野郎。ああ、ちょっと破るんすき。確かあんた犬を飼ってたの。ええ、ブラッキー。そうか。じゃあ仕事の後にでも君のブラッキーの見合いについて話し合うんかね。ブラッキーも私もあんまり興味がないもんね。あ、いやいや、我々次第でブラッキーだってその気になりますよ。あんたうちの犬のことを知ってるだろ。いい犬だよ。シャーペイ犬。シャーペイね。シャーペイですよ。この縁組をすれば人生観が変わる。それじゃまた後で。あまり乗り気じゃないがね。ファジーだ。 FAZI。 さあ、一体俺がどんな悪いことしたっての？許可もなしに地下鉄の構内で物売っちゃいけねえの？このおもちゃ、赤ん坊を喜ばせるおもちゃなんだぜ。罪じゃねえでしょ。ミャオミャオミャオ、こん
ってね。赤ん坊が本当に喜ぶのか。本当だよな。ミャオ。すぐ夢中になるよな。あんた子供は？じゃあこれ、さああげるよ。そりゃすまねえな。そんじゃおら、これで無罪放免か。ミャオ、ミャオ。ウォウォウォウ。帰ってもいいかミャオ。猫の品評会か。座ってろってんだよ。口出しするなよ。もう少しで帰れたっていうのに。まったくもう。社長、ちょっと待ってろ。昨夜の事件で発砲したのは夜勤のバウアーという巡査です。正当防衛か。聴者はこれからです。撃たれたのはアムハースト大学の奨学金を受けている学生で、デボイス賞ももらう予定の優等生です。彼の高校の校長が会いたいそうです。市議会の後はいつでもいい。スタッフ、本部長のところに行ってくれ。了解。今度のことは世間が黙っちゃいないだろう。正当防衛でもな。撃たれたのはガリベン学生らしいし。ガリベンが午前4時にあんなとこで何してたんだか。じゃあバーワーは何してた。マンツ警部、お宅が臨時の人事担当ってことは承知してますが。ああ、どうした。本部から来る婦人警官の見習いにろくなのがいなくてね。ああ、そのうちにいいのが来るさ。つまり人事課のピアソンの選び方にかなり問題があるんじゃないかと思ってるんですがね。今来てるドーランなんか試験を受けたのかどうかも怪しいものだ。記録を調べたのかい。ねえ、試験を受けたことになっているが、ガリバルディの父親の事件の翌日に彼女の言ってたことは、まあひどくあやふやでね。言っちゃ悪いが、俺の責任でなければ言ってもいいぜ。わしが思うに、この見習い採用は何か特別な行為と引き換えに行われているんじゃないかってね。特別のって、例えば身を任せるとかね。それじゃあピアスは一人ずつチェックした後で採用してるってわけか。別に彼の足を引っ張ろうと思ってるわけではないし、ただの推測だがね、多分。なるほど。だとしたらこれは一つ確かめなきゃいかんかな。頼みますよ。ドーランを面倒室によこしてる。よろしく警部補。何、俺だって人事官。そうだベイビー、どんな格好でもいいから。ああボネッタ、俺だラルーだよ。今日行く店はおまわりのたまり場なんだ。綺麗なドレスなんか着てくんなよ。それから腹すかしてこいよ。一流のコックラルー様がごちそうを用意するんだからな。早くしてくれよ。ああ分かった。いいよ。それじゃな。俺もだ。よし続けて。そこで車を降りてガキの相手になったんだ。途端に一人がここをスチールパイプで殴り、俺は倒れたが、そいつのトレーナーを引っ掴んで俺は拳銃を抜こうとした。するともう一人ガキが現れて、こともあろうに俺に蹴りを入れやがった。俺がぶっ放したらそいつは悲鳴を上げ、最初のガキは逃げ出した。そいつが振り向いた時にそいつの仕留めようと2発ぶっ放したが、運のいい野郎で逃がしちまったんだ。逃げた方のガキの特徴は、背は175、グレーのトレーナーにグリーンのパンツだ。それは見たか。ストッキングをかぶってりゃ見えるわけねえだろ。おい、そういう言い方やめときなよ。俺だってそいつの面見てりゃ真っ先に言うってことよ。いいかバウアー、おめえの話はちょいとおかしいぜ。133丁目のコンビニエンスに寄るのになんで131丁目に止めたんだ。止める場所がなかったんだ。なるほど、法を守る警官としては二重駐車なんかできなかったってわけか。失礼バウアー巡査、私は監査室のシップマンだ。一緒に調べないよ。今朝の事件について話を聞きたい。もうこちらに話したよ。管轄が違うんだ。私に直に話した。おい待った。
おい、バワ、ちょっとこっち来てくれねえか。今度は何だよ。いいか、バワ、おめえが監査室に事情を話してる間に、俺たちはコンビニエンスストアへ行ってカメラに映ってるかどうか調べてくる。実は131丁目に何か用があったのに、話したくねえわけがあって隠してるんじゃねえのか。瀬戸坊やが死んじゃう。だから言ったじゃねえか。黙って聞け。なんでおめえが嘘をついてるのか知らねえがな、チンピラ同様の扱いをされたくなかったら、俺たちが戻るまでにもう少しまともな答えを用意しておこうが身のためだぜ。行こう、ゆっくりどうぞ。今あんたの応募書類に目を通していたんだがね、ドーランさん、試験の点数は分かったが答案用紙がないんだ。ピアスさんの試験は全部口頭試問だったんです。なるほど。それでその口頭試問を行った場所はどこだね。浴槽の中だよ。ピアスのうちの浴槽かね。いや、二人で泡の楽園というサウナに行って、あとは何があったか分かるでしょう。これ以上私をからかって恥ずかしい思いをさせないでちょうだい。まあまあまあ、まあ、落ち着いて。さあこれで鼻かんで大丈夫、切れたから。いいかね。俺はだね、何も道徳的に君を責めようとしてるわけじゃないんだよ。ただ事実が知りたいだけさ。分かった。それでその試験の後何をしたんだ。ステップなしのダンスかい。そんなところ。そうか。それで明る朝どうなった。一夜明ければ採用決定ってわけかい。目を覚ましてから5分間やったわ。5分だって。まるで子供並みじゃないか。あなた何が痛いのよ。いい加減にしてちょうだい。まあまあまあ、そう怒らないで。私は不適格よ。いや、それはその仕事もらうんじゃなかった、まあこんな嫌がらせまでされる覚えはないわよ。待ちなって、今のほんの冗談だ。何もそんなに本気になって怒ることは一つもないじゃないか。もううんざりだわ。私やめます。おい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 、そんなに感情的になるなって。俺はただちょっとあんたをからかっただけで、そう無気になるなって。いいか、フリロ、かつて有能な部下の一人が酒飲みで職務に適さないと人に言われ、ひどく恥ずかしい思いをしたが、なんとかかばってやったんだ。なのに君にはまるで感謝の気持ちがない。失望の念を禁じ得ないね。私はただ事実を証拠として辿っただけですよ。何を言う。ここには私を告発できる証拠など一片もない。君がこの結論を引き出すためにかろうじて使っているのは根拠のないほのめかしだけじゃないか。調査結果を討論してきたんじゃありません。じゃあ何だ。本部長は市議会の前にこれを見る権利があると思ったんです。見れば私が抵抗をやめると思ったか。見れば自ら辞職を願い出るとでも思ったのか。フリーだ、君は最後の忠誠心でここにやってきたんだろうが、ならば頼みがある。この最後の部分を破ってここのクズ籠に捨ててくれ。キーナンとその一味に対する基礎の下りは実に見事なものだ。だが最後にあるこの尊大な演説は破り捨てたまえ。それはお断りです。それでは対決するしかないな。君は後悔することになるぞ。ヒルストリートの人事担当、ノーマン・バンツ警部補です。ピアスさん、電話はないの。ないわけねえだろう。ふざけたことを言うのはよしなよ、ピアス。それじゃ何の用。婦人警官の見習いとしてあんたがよこした低能な女どものことなんだがね、俺もうちの主任も事実を知って肝を潰したもんだ。ドーランという見習いの話や、あんたはなんと採用試験と称して彼女を泡の楽園とかいうサウナに連れ込み、そこで口頭試問をやったというじゃないか。あのアホめ、ここで下手をすりゃ気の毒だが、あんた無所行きだぜ。まさか。まさか。採用試験結果の偽造とわいせつ行為の強さがバレてもどうにもならねえってのかい。参ったな。もう参ったな。こっちの方だぜ、ピアス。もう少しまともにやんなって。どうすりゃいいの。てめえの本名ぐらいは書ける女をよこしてくれ。できれば他人の名前もだが。ああ、いいよ。今日からだというのに、ドーランって女やめてったよ。2時には代わりを行かせます。よし。警部、もしこれがバレたら、無所行きかね。まあ、精出してやれよ。あんたも採用試験を手伝わないかね。今思いついたんだが、なんなら、あんたが直接面接してみたら。何を企んでんだ。いや、私はただあんたの要望を満たしてあげたいと思ってるだけさ。
こっちの要望はもうあんなアホども汚すなということだ。それは大丈夫。今度こそいいのを送りますよ。これならきっとお宅の要望を理解するでしょう。じゃあ一つお尋ねいたしますがね、身体的な外見はどんなのがお好みで？どういう意味だ？まあ固いこと言わないで。あなたの好みの女性のタイプは？いつも思うんだが、近頃優すぎの女がもてはやされすぎるな。どうかこの写しをよく見ていただきたい。彼の生前の記録です。ロドニー・ヤーボロー君が優等生だってことはよく知ってます。彼にはヨーヨーたる将来があったんですぞ。それはよく承知してますよ先生。あんたたちには息子を奪われたヤーボローさんの気持ちがまるで分かっとらんのじゃないか。お子さんのことは本当にお気の毒でした。しかしうちの巡査は息子さんともう一人の少年に襲われたんだと言っています。もう一人の少年、黒人だろうね。そんな言い方はないでしょう先生。優秀な子だったよ。我が子で初めてIBリーグの奨学金を勝ち取った子が強盗などやるはずがない。それがやったんですよ。巡査は二人いたと言ってるんですか。そうです。どうして。所長、こちらヤーボローさんですよ。お気の毒なことをした。恐れ入ります。こちら出身校の校長先生。おたくらは我々の地域社会から貴重な人材を奪ったんですぞ。正しい裁きを要求します。我々もそれを望んでいますよ。あとは警察にお任せしましょう。所長さんがああ言ってくれてるんですから。手早くやっていただきたいね。所長、今バウアーが寄ったというコンビニエンスストアのビデオを調べてきましたが映ってませんよ。店を間違えたんじゃないか。あの時間に開いてるのはその一件だけですから。いや所長、バウアー巡査はしばらく所内勤務を。一般市民はこの事件に生きり立ってるらしいね。早く解決したいんですが、バウアー巡査は非協力的でしてね。あ、所長、参りました。チップ豆、何が監査室だ。犯罪人扱いしやがって。君の証言は矛盾してるようだな。あの店には君の言った形跡がない。待ってください所長。実はちょっと事情がありまして。実は女房に家を追い出されてから寝る場所がないんです。だからくつろぐ時には車であそこへ行ってるんですよ。でも多分昨夜あの店に入らなかったんでしょう。ひどく疲れていたし混乱してましたから間違えたんです。でも絶対正当防衛です。よく聞けよバウアー。切りが打った少年は札付きのチンピラなんかじゃないんだ。挙げられたことなどただの一度もない大学生だ。しかしそいつらが俺を襲ったんだって信じてやりたい。しかしお前があえて信じとは話さんのなら弁護士を呼んでおけ。大方のことをもう話しましたよ。女がいたこと以外は一体事実を小出しにしてどうなるというんだ。わかりましたよ。売春婦と一緒でした。で名前は。ジョネルです。連行して話の裏を取れるかとかやってみる。そうしました。所長、もう行く時間だ。ああ、所長は署名して封をした。心配か、怖いのか。いや、開き直ってるよ。何なの。私はあざく神経のマッサージに来たんだけどね、妙なのが入ってきて弓矢で殺そうとしたもんで。またあのブランフォードだぜきっと。 OK。 彼大丈夫なの。狭心症でね、医者を呼んだよ。戦争は終わったという。我々が負けたのだと。しかし諸君をアメリカに返すまでは戦いが終わらんのだ。いいか、そんなものおとなしく捨てなさいブランフォード。彼らを救出しなければ。おたおた言ってないでおいろ。それまでだ。俺は使命を果たせねばならんのだ。ああ、そう。誰にも止められない、うん、邪魔すると遅れる。そうなの。よし、それじゃよく聞きな。お前には黙秘権があるし、発言したやけに綺麗だ。うるさいね、ブランフォード。俺の言うこと聞いてんのかよ。俺が一体何をした。この矢尻はただのゴムだ、凶器じゃないぜ。だったら最初からそう言ってあげなさいよ。本物だと思って心臓発作を起こしてるじゃないの。おいよ、お前には黙秘権があるが、あえて発言したことはお前に不意な。どうも騒がせ。もう大丈夫。
あ、バーハンさん。ハンター警部、申し訳ないが飛行機の時間なんだ。ああ、そうか。それじゃあほんの30秒だけ相談に乗ってもらえんかね。どうかしましたか？実は同僚や友人の何人かに当たってみたんだがね、やはり親しい人間にセールするってのはやりづらい。根性でやらなきゃ。あ、まあそれで、あんたにもう一度コツを聞いておきたくてね。最初の集会に出た後は私も完全にその気になっていたんだが。今のあなたに必要なものは我が社のセールス促進セミナーですよ。すぐそれを受けなさい。費用は100ドルです。小切手持ってます？あ、いや、それがそんなに金がかかるとは思ってなかった。いいですか、あなたはすでに投資をしてるんですよ。それを守るためにも促進セミナーに出なきゃダメです。さあ、もう100ドル。あ、待て、いくら持ってたかな。現金なら割引。あ、そう、全部で40ドルしかない。確かに、残りは後で結構。で、そのセミナーはいつあるのかね。後日書き留めでお知らせしますからね。マグナス・バーハンか？どなたですか？詐欺捜査班のジョン・スキャロン刑事だ。貴様の逮捕状を持ってきたぞ。バーハン氏は不在です。こいつがバーハンだ。ヒルストリート文書のハンター警部補だ。こいつは何をしたんだ？5つの州で投資金詐欺をやってたんです。おお、詐欺か。結論その8。本調査委員会は本日4つの文書及び本部部局に所属する39名の警官を起訴いたしました。これら起訴された者の数及びキーナン副本部長とその部下による組織化された犯罪活動の性質から見て、この汚職は明らかに市警本部全体に広がる可能性を持っています。我々が行った調査により、この汚職がキーナンの組織により行われたことを突き止めました。一方、委員会はフレッチャー・ダニエルズ死刑本部長に関する限り犯罪活動の事実を認めていませんが、キーナンが3年半の長きにわたり本部長の補佐を務めたことは事実であり、また彼は本部長の市長選挙にまで加わっているのです。委員会としては、本部長がキーナンの行為に気づいていなかったとすれば、それは彼の手落ちだったと考えます。最後に、委員会はこの汚職の調査中に証言した多くの関係者が、部局によっては少々の汚職は当然とした、その態度に遺憾の意を表します。地位を利用した汚職は誘惑に打ち勝つ力のない部局に広がっていくものです。ダニエルズ本部長の任命による当委員会は死刑本部内の空気を刷新するべく署に就いたのです。しかし、摘発には長い年月をかけることなく直ちに着手します。以上です。ありがとうございました。それでは本日の小委員会はこれにて閉会いたします。私はフリロ所長の意図に疑いは持たないし、彼の野心についても非難はしない。しかし、彼の結論は委員会が報告すべき事実を歪めていると思う。それはこのスキャピティ所長に聞いても分かる。彼も委員会のメンバーだが、私と同じ考えだ。そう、その通り。本部長、この件で辞職をなさるおつもりは？いや、絶対にないね。フリロ所長が高らかに吹き鳴らした正義の告発を聞いた限りでは、彼の側にも辞職させる気はなさそうだ。あればはっきり言うだろう。後ろに気をつけて、所長。私もあの若者の死に関する市民の怒りには深い理解と共感を示したい。わざわざこうして私がこの文書へ出向いてきたことでもお分かりでしょうが。バウアー巡査は逮捕されたんですか？ロドニー・ヤーボローの射殺も、それに先立って起こったとバウアー巡査が主張している暴行の件も現在捜査中だ。加えて、バウアー巡査については内務監察室によってもすでに調査が始められている。これらに関しては事実が判明し次第適切な処置が取られると思います。じゃあ、逮捕は時間の問題ですか？それについてはフリロ所長と話し合わねばならんが、ご存知の通り今日の彼は何かと多忙らしいのでね。ジョイスさん、もういいでしょう。また常連が来てますよ。アラン・ブランホル B 室です。ありがとう。気をつけてね。後で電話を入れるけど。夕食は無理だな。長い昼休みだな。私の部屋へ。ヤーボロー射殺の件では進展があったかね？ここでは言えませんね。直属の部下のことになるとやけに慎重になるんだな、所長。頼むよ、ジョンデル。証言してくれよ。あのガキどものことを残らず話してくれよ。あれがヤーブロー事件の目撃者かい？パワーに有利な目撃者。がっかりしましたか？彼女の証言を聞いていこう。不足ではありませんね。
彼女の証言を聞きたいと言ってるんだ。フリロ、ゴロツキ巡査と売春婦と、いよいよ最低の様相だ。あたい何も言わないよ。何が望みか分かるまでは。前にもこんな手に引っかかったからね。罠にかけようなんて思っちゃいねえよ、ジョネル。どうだか、この前も同じこと言ったよ。ところがあたいは半年も無所暮らしさ。証言は取れたか。今始めたばかりです。誰だい。主刑本部長のダニエルズだ。何も怖がることはない。今朝あの通りで起きたことを正確に話してくれればいい。あの巡査を弁護する必要などない。そんなこと信じると思う。ロビンス、この文書内にいる警官たちに、偉い人も含めてだが、バウアーを弁護するようにと言われたのかね。あたいは何のためにしょっぴかれたか分かんないんだからね。一体何が目当てなのさ。真実だよ。真実を知りたいんだ。あたいをパクらないんだね。うん。それじゃあたいあん時137丁目の9番にいたのよ。そしたらバウアーがコカインが欲しいって来たの。麻薬の乗用車か。ヒルストリートのパトロールはどうなってるんだ。さあその先を。彼あたいを見てさ、ただで相手をしろって言うじゃないさ。これ以上言ったらヤバいよ。やっぱし弁護士呼んだよ。罪にしないから続けて。それであたいら車に乗って131丁目、そこでやらせてやったのよ。そしたらあたいの方のドアが破られたから、急いであたいを外に下ろしたのよ。途端にあいつらが飛びかかった。誰がだね。二人のガキをつけてきたのね。一人は9番でしょっちゅう見かけるやつ。バウアーは鉄パイプで頭を殴られたけど、そいつに向かってったのよ。そしたらもう一人が飛びかかり、バウアーが撃ったってわけ。あたいはそれを見てさ、命からがら逃げたわよ。それとバウアーは襲われた後で撃ったんだね。その通り。見てたんだから間違いないよ。女房の一族は奴ら子供まで犠牲にする気だ。なんだって。子供の取り合いなんだ。あいつは6歳の子を平気で部屋に閉じ込めるんだぞ。そうやっといて一日中お袋に電話よ。お前さん、子供の面倒見れんのか。メキシコ人が住み込みで雇えるから、それはなんとかなるけど。どうなのか。彼女を9番へ送ってやれ。わかりました。ちゃんと話してくれたか。ダニエルの本部長、デーブ・バウアーです。ジョヌが私の潔白を証明してくれたんでしょうね。本当のことを言ってくれれば OK です。 OK だ。彼女の話を聞いていたら胃がムカついてきたぞ。貴様は警察の恥すらした。本部長、なんだ。やめてください。何をやめろと言うんだ。一人のクズのためにみんなを悪く言うのは。随分とお優しいことだな。キーナンの一件を見過ごした私にはかなり厳しかったようだが。本部長、私に近寄るな。バウアー、外の綺麗な空気が吸いたいな。この文書内にいると胸くそが悪くなる。お前たちは2000人ものアメリカ軍兵士が未だに行方不明のままだってことを知ってるのか。お前たちはそれを考えない。そんなことを考えていたら、あらゆる問題に悩まされるからだ。そうだろう。ブランフォードさん。違うというのか。ブランフォードさん。ああ、ジョイス、元気かい。俺は全くショックだよ。役者が講習を前にして自分で持てる力の限りを尽くし、社会の関心を高めようとしているのに、誰もが目を背けるんだ。ブランフォードさん、アラン、あなたにぜひ精神病院に入院することを承知してもらいたいの。いいとも。あんたが望むならそうしたいが、役者生命がかかってるんで入院はできないな。入院を承知してくれれば罪を問われずに済むと思うの。ジョイス、いいかい、俺は複雑だな。え、かなり複雑な人間が精神病院に入ったらどうなると思う。単純な人間にされちまう。俺は今の自分というものを失いたくない。あなた誰なの。わからない。だから俺は自分が好きなんだ。今欲しいものは一つだけ。何。三つ揃いのスーツさ。角のクリーニング屋でできてるんだよ。聞いといてあげるわ。なあ、さっきから考えてたんだよ。ほら来た。何。
今夜夕食の時にボネッタをどう扱えばいいかってことだろ。俺が心配なのはな、ボネッタが緊張してんじゃねえかってこと。ユーモアのセンスがねえってわけじゃねえんだがな。おめえ、ボネッタに相当惚れてんな。おい、見ろ、ジョンデルが出てきた。じゃあ、中で何をしていたかお尋ねするか。あ、おっと、ちょっと待ちな。あいついるよ、ソファーの上に。トレーナーにグリーンのパンツか。そう、デリック、確かそんな名前よ。あー、来た、ここにいるんだぞ。うん、警察だ、ここか。警察が何しに来たのよ。おい、俺は何もいねえってば。俺はぶつくさいってねえで、さっさと出る。デリック、逮捕する。ああ、どうにでもしてくれ。ほら、立て、来るんだ。おめえには黙秘権があるんだが、もしもその権利を放棄するつもりならば、どうでもいいけど、何がどうなってんだか説明してくれ。弟が死んだんだよ。弟って？ロドニー・ヤボローだよ。ヒーローだったのに。ああ、ほかい。ロドニーが死んじまった。もうどうにでもしろ。ブランフォード君、君の行動には単に俳優がその役になりきるという以上のものが見られるんだがね。確かに私は自分の演ずる役柄にのめり込み、どう過ごすようです。それに大衆の関心を高めるためとは言いながら、演技の領域を超えたのはやりすぎでした。では聞くが、もし私が釈放してやると言ったら、あのようなゲリラ演劇の真似事はもうやめてくれるかね。ええ、もちろんです。実はちょうど映画の契約も切れたところですので、この辺でレパートリー劇場の舞台に戻ろうと思ってるんです。ダウンタウンのオニールです。もう武器は振り回しませんよ。理性的な男じゃないか。裁判長、あれも彼の演技です。騙されないで。被告には精神病の治療が必要だと思います。しばらく留置してはいかがです。彼をミシガン街の留置所に入れたくない。あそこはひどいところだから。告訴した者はいるか。いや、おりません。下がっていい。ブランフォード君、君の誓約を信じ釈放することにしよう。2週間後の審問には出廷してもらうから、おとなしくしているように。その時に多分告訴に対する告訴は取り下げられるだろう。言ってくれませんか。で、どうなるんですか。ジョネルの証言は確かに君の供述を確証したんだが、ラルート・ワシントンがもう一人の犯人を捜索中だ。多分その件に関してだけ言えば何も心配することはなかろう。でも他の理由でクビになるんですか。他のことも聞いたんだね。今更こんなことは聞きたくないでしょうが、私も以前はいい警官だった。疲れてるんだよ、少し眠った方がいい。話は明日にしよう。私はやり直したいんです。やめさせてください。それがいいかもしれないな。今やめても恩給はパーにならんでしょう。きっと生まれ変わります。手遅れか。バウアーともう一度話したいんですが。正当防衛だったんだからもう用はないはずだ。その件ではない。あんたに身体検査を受けてもらいたい。私はもう立ち直ってるよ。バウアー、なんなら弁護士に相談しても構わないぞ。もちろんその権利は認める。だが手っ取り早く片付けてもいい。私はどっかにガードマンの仕事でも見つけたいだけだ。寒さをしのぐね、自分のジャケットがあればそれでいい。どうなんだ、身体検査を受けることに同意するのかね。なるほど、そうか。そんなに見ていいか。え、よく見ろ、ここに打ってる。こっちの時もある。もう8年も打ってるんだよ。それでもお前は警官か。バウアー巡査、とりあえず停職と考えるように。セレステ・パターソンね。そうです。ああ、資格はワープロに2カ国語のタイプにソセージスときた。なるほど、君は言ってみればワンダーウーマンだな。だから資格は十分だと思ってますけど。おお、
ところでピアスンはこの面接のことで何か言ってなかったかな。採用かどうかはあなた次第だって。なるほど。それから彼はその時に何か匂わしてなかったかな、パターソンさん。つまりあなたと寝るか寝ないかで採用不採用が決まるという話のこと？そういうこと。じゃああのピアスンっていうクズに言ったのと同じことを言うわね。私には6つになる息子がいるの。だから私はどうしてもこの仕事を手に入れたいというわけ。わかる？もし蹴られたらまず市長に面会し、そして次に死刑本部を訪ね、それから州検事のところにも会員議員のところにも行くつもりよ。そしてあなたたちに性行為を強要されたって暴くわ。それでもよければクビにしたら？じゃあすぐに戻る。オーケー。おっとっと、まだ私に用があるの。ああ、証言の供述書を作る間だけな。すぐに終わるから頼むよ。ああ、そんならスケートに連れてってやるから。ベテラン言うてねえ。嘘じゃねえよ。おめえが面倒を起こすから弟が死んだんじゃねえか。殺人だって一つ。俺はロドニーのやつに付きまとうなって言ってやったんだ。3年前に引っ越したのもあいつらを近づけないためだって。だから俺があいつを知らせるなんて言わねえでくれよ。すげえ、話せこの野郎。ああ、感染弁護人が戻るまでぶち込んどけ。おう、騒いでたんで指紋も取り上げた。あいつ動きなんか役が欲しかったんだけどね。ただ俺を守ろうとしただけなんだよ。いや、どうも。パター君さん、どうでした？警部補の面接のこと。そう、早速ですけど仕事の日には任務の始まる少し前に来た方がいいですか？おお、早めに出勤するなんて感心だね。それじゃあ6時50分に。6時50分ね。ああ、警部補、パタースが良さそうじゃないですか。面接どうでした？申し分ないね。全くうってつけの女と。いや、面倒かけましたね。ところでな、主任、こんな面接はもう二度とやらせないでもらいたいんだ。この人事ってやつはまるで泥沼なんだよ。どうしたんだよ。すいません、ゴールドブルーム警部補にお目にかかりたいんですがね。ああ、ヤーボロさん。警部補、ちょっと、うちのロドニーがあの事件に巻き込まれる羽目になったわけが分かりましたよ。いや、それはですね、あいつは巡査を襲おうとしたんじゃなくて誰かを守ろうとした。それよりもデリックを逮捕しましたよ。何の騒ぎだ。弓矢を持った妙な男が従業員を脅かして工場の中を走り回ってるんだ。あの声がそうだ。中には誰か残ってるの？ガードマンが一人。でそいつが勤務に就いた途端にこの騒ぎだ。一応スワットを呼んだ。なんて言ってる？聞き取れないわ。私たちに任せてね。祖国アメリカを守ろう。ブランフォードだ。やったぞ。ろくでなしで仕留めたぞ。負傷者だ。下世。よし、警察だ。拳銃を預かろう。救急車を呼んで。俺やられたのか。そうよ。おい、ルーシー、これ本物じゃないか。とにかく救急車を。少なくともお前はバーハンの詐欺のことなんか知らなかったんだからな。救われるよ。本当に可愛いやつだな。キスをしてくれ。ここで待ってろ。いいか、わかるな。すぐ戻るからな。はじめまして、プルネラ・アシュトン・ウィルクスと申します。ハンターですか？別に勧誘じゃありませんのよ。そうですか。ええ、もしお宅でシャーペー犬を飼いでは。それが何か。そんなに警戒なさる必要ありませんわ。安心して、私はその犬が元気かどうか知りたいだけ。犬ならば元気ですよ。別にあなたのことを警戒するつもりは。ただそのこの犬を飼った時にね、こいつはもしかしたら純粋なシャーペーではないかもしれないと、そう言われたもんですからね。でもよく見てごらんなさいな。もちろん純粋なシャーペーですわ。でもここにいられて幸せな犬ね。あの悪党のバーハンの手元じゃないんだから。やつをご存知？ええ、もちろん。詐欺取締犯にあいつをやっつけさせたのは私たち動物愛好連盟でしたのよ。
私に言わせればどんなに苦しい拷問でもあの男には不足じゃないかと思ってるくらいですのよ。私もあなたのお気持ちがわかりますよ。でも私が目下一番心配しているのはこの子のことですの。あなたはこの犬をずっと飼うおつもり？それともバーハンに騙されたわけですからお捨てになる？とんでもない。私は動物を飼うのは大好きですからね。こいつを手放すつもりは全くありません。そう、よかった。あら、ピストル拝見してもよろしい？いいですよ。素晴らしいセットだわ。リチャードコンスタブルね。よろしい？もちろんです。わあ、祖父はこれと同じ銃で7代目のラチムーア伯爵を殺したわ。そうですか。そうよ、弾を彼の目に当てたの。クリミア戦争の時、うちの家族が厚紙のブーツを売ったってラチムーアが非難して、そのために足の病気が広まったというわけ。根も葉もないと祖父が決闘を挑み伯爵を倒したんです。あたしったら興奮しちゃってごめんなさい。ピストルを見てたらいつの間にか私体の血が騒いじゃって。それはまあ私にもよくわかります。本当に？あなたは軍人？かつてはそうでした。今は警察で狙撃チームの指揮を取ってるんですが。まあそうでしたの。あ、そうそう、名刺を差し上げておきますわね。犬の訓練所を経営していますの。じゃあ私の犬を預かってもらえますか？もちろんですわ。お宅の犬なら大歓迎。あっと、あっちち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 ほら、出来たてだぞ。あっちちち、名付けましてピッツァラルーだ。うん、うまそうじゃねえか。どうだい、アンチョビとミンソースにくるんだエビがうまそうだろ。知らなかった。いやいや、これはただの趣味さ。特別な時だけスカリーさんが俺にもやらせてくれるんだ。うん、ああ、これはダメだよ。今日は俺がホストなんだから。うん、わかったわ。ウェイトレスはすぐに女になれるけど、女がすぐウェイトレスになれるの限らないってわけね。あなた飲まないの？ああ、人前ではな。それじゃあ、なんたら二人がこれから先もうまくやっていけるように。うん、板にいる。言い方もボネった。ところでお前さんたち、言いたいんだろ？ちょっと早くしてくれ。やる！おい、電話だ。ちょっと失礼。ピザ切っといてくれ。はい。何？いつだ？所長には？あなた、ありがとう。何があったんだ？バウアーが自殺したぜ。バウアーさんですね。そうです。ヒルストリート文書所長のフィロです。あ、そうですの。でも主人はここにはいませんわ。別居してるんです。それは存じていますが、お知らせすることがありまして、今日の夕方ご主人は自殺されました。あ、お気の毒です。あの、私たち別居はしてましたけど、私はまだ彼の妻ですから、いろいろなものいただけますね。つまり自殺したからといって保険が出ないなんてことはないでしょうね。そんなことはありません。わざわざありがとうございました。本部長がバウアーにした仕打ちは絶対に許せん。バウアーがいい警官だったとは言えない。自分の生活を守るために一生懸命だったんだ。それを本部長は僕への恨みでいたぶった。バウアーを辞めさせるつもりだったの？どこの文書にいようといずれは辞めさせられていただろう。結局本部長は奴のバッジをもぎ取ったんだ。
私の口からこんなこと聞くのは嫌かもしれないけど、今日のあなたは少し感情的だったわ。確かにね。以後、慎も